です。よろしくお願いします。今回はですね、大阪府の問題になります。値が常に3の倍数になるものはどれですか ?N は自然数とします。ぜひですね、考えてみてください。ではね、解説していきます。まず、3の倍数になるかどうかってことなんですけれども、常にって言ってるので、この自然数、つまり1とか2とか3とか4とかですね、これ当てはめてみて、3の倍数にならないものが1つでも見つかったら、もうその数、ね、その、式はですね、3の倍数じゃないと言い切れるわけですから、まずはですね、N に1、2、3当てはめてみましょう。はい、まず、あですね。これ N に1入れたら、これ、1たす3で4になって、これはもう3の倍数じゃないですよね。なので、もう、バツってすぐわかります。続いて2ですが、これ N に1入れたら、3×1 たす1。まあ、つまり、3×2 になって6になりますね。6は3の倍数ですから OK ですね。例えば、他にも N に入れてみたら、3×2 たす1になって、3×3 で9。これはもちろん3の倍数ですよね。という具合にして、まあ、これね、1、2、3、4、5とか当てはめても全て3の倍数が出てきます。まあ、なぜ3の倍数になるかって言われたらですね、もうこの式が3の倍数だっていうことを物語ってますよね。だって、N たす1っていう数、これは N 自然数なんですから、自然数に1足した数ももちろん自然数ですよね。だから 3× 自然数になってる数はもちろん3の倍数って言えるわけです。なので、E は3の倍数だよってことで、正しい3の倍数になっているものと言えます。続いて、う。これ N に1入れてみたら、これ3分の1かける1で、これ3分の1になってしまうので、これは3の倍数とは言えませんね。なので、×です。続いて、え、6N。N が1の時だったら、これは、6かける1になって、これは6で、6は3の倍数ですね。N が2の時だったら、6×2 で、12で、これも3の倍数。ということは、まあ、多分3の倍数かなっていう感じになりますよね。まあ、6N っていう数は、そもそも、6っていう数って 3×2 ですよね。で、3×2×N。つまり 3×2N っていうことなので、今、N が自然数だったから、2N だって自然数ですよね。なので、3×自然数になっているものなので、これは3の倍数と言えますね。なので、A は正しい3の倍数ですよ、ということが言えます。で、最後、O なんですけども、O はですね、N が1の時、2×1 の2乗足す1で、2足す1で3。3の倍数ですね。N が2の時、2×2 の2乗足す1で、4×2 で、8足す1で9。お、これも3の倍数。あ、じゃあこれも3の倍数なのかなと思いきや、ちょっとこちらに書きますが、N が3の時は、2×3 の2乗足す1で、9×2 で18、18足す1で19。これダメなんですよ。なので、これ N がね、3の時はもうダメなので、これは残念ながら3の倍数ではないということになります。ちなみにですね、これ N 自体が3の倍数になっても、3とか6とか9とか、ね、そういう数に関しては、もうこれ3の倍数にはなりません。この 2N 2乗自体がですね、もし N が3の倍数であるならば、2乗した数も3の倍数なんですよ。まあ、N が例えば 3K だとしたら、2×3K の2乗になって、これ、2×9K2乗で 18K2乗になりますよね。18K2乗っていうのは、18っていうのは3の倍数じゃないですか。まあ、3×6K2乗っていうふうに表すことができますから。そうするとこれ3の倍数なんですね。で、3の倍数に1足した数は3の倍数ではないですよね。3で割ったら1余る数になってしまいます。なので、N 自体が3の倍数になっているときはですね、これは、3の倍数にならないので、したがって、O はね、×だよということが言えます。したがって答えは、E と E という具合になります。できましたか？以上で解説終わります。では。